一般観覧席及び校内唐津協定場スタンド競争水面唐津ボートレース場は佐賀県唐津市にあるボートレース場である。1953年8月7日に初開催が行われ、初年度からすでに唐津市の一般会計に繰り出せるほどの売り上げを誇った。イメージキャラクターとして松田純也、羽田エリカが務めた。唐津市内のみならず、 福岡市方面や佐賀市方面からも多くのファンが訪れるため、それに対応できるよう広い駐車場と直行バスが確保、運行されている。建物はホテル並みの豪華さを持つと評され、数キロ離れた鏡山クからもその姿を確認することができる。通称はから協定。2010年度よりボートレースからの通称が用いられ、 2015年度より現在の協定条命に改められた。実況は石川かなえが担当している。2008年3月まで田中美容が担当していた。1997年から2001年までの SG 競争はメディアターナーの内田和夫アナウンサーが担当していた。1982年4月23日から東松浦協定組合も試行者として開催していたが、 合併協議会の合意に基づき撤退し、2005年3月31日をもって組合を解散した。開設当初は現在地と異なり同市中心部の栄町、埋め立て地付近にあり、水面は松浦川加工を利用していた。水面の看満差が2メートルもあったため、大潮の干潮時に選手が転覆して立ち上がると、水面が選手の膝の上までしかないという状況であった。 これを改善するため、春節工事は何度も行われたが、すぐに土砂が堆積してしまった。また、唐津駅の市街地に近かったため、違法な路上駐車が蔓延縮上が絶えなかった。1969年2月に行われた、レースにおいて、大本命である瀬戸康隆が、浮遊物を巻き込んだためにスタートが遅れたが、そのスタートは正常と判断され、瀬戸は6着でレースを終えた。 このスタート判定に激怒した客により大規模な騒乗事件が発生した。上記の問題点とこの騒乗事件が契機となり、1975年1月に現在地へと移転された。1985年4月9日、新しく創設された第1回モーターボート対象競争が開催された。2001年に開催された第11回グランドチャンピオン決定戦では、 女子レーサーの寺田知恵選手が史上初女子レーサーによる SG 優勝戦進出を果たした。競争水面はプールで、水質は淡水、または寄水。競争水面の大きさが特徴の一つで、周辺は木や草で囲まれている。清水面でピットから2マークまでの距離が178メートルと長くコース取りに大きく影響される。年間通じて、 6割から7割が追い風であり、陰優勢の流れは他の協定上を同様変わらないが、向かい風になると陰の勝率が下がって、センターからアウトの差しやめくりが多くなり、コース不問の多彩な決まり手が発生しやすい協定上と言える。モーターは標準型を使用していたが、2010年7月16日の開催から減音系に変わった。なお、唐津協定上のみ、 電波障害対策型エンジンを採用している。2010年から唐津協定では試みとして企画レースを実施している。ただし、これらの企画は一般競争のみの実施であり、SG、GI、GII は除く。以前は佐賀、福岡支部対抗戦競争が行われたことがあったが、現在は行われていない。 大所帯の福岡支部や長崎支部の間に位置するため、所属レーサーが少ないが、現日本モーターボート選手会選手会長上、滝和則や深川晋司、峰龍太などの競合選手を輩出している。主な SGG1 優勝タイトルその他の選手引退した選手2010年11月26日に、開催された第2レースで篠崎元志選手が1分43秒、 8のレコードタイムを出した。これは1996年11月22日に開催された第11レース高橋勲選手が出した1分44秒3を14年ぶりに更新した。ありがとうございます。